ヒルゼンは、岡山県の真庭市北部、鳥取県の倉吉市南部及び、日野郡甲府町北東部にまたがって位置する火山である。中国山地の手法より北側に独立して、主に、昭山、木星山、二俣山、三長山、上ヒルゼン、中ヒルゼン、下ヒルゼンの各手法で構成されるが、通常は上ヒルゼン、中ヒルゼン、下ヒルゼンを総称して、ヒルゼン、 または、昼前三座と呼ばれる。南側斜面中腹に、風光明媚なリゾート地である、昼前高原を抱える。昼前及び、昼前高原一帯は、岡山県下では、倉敷美観地区や、高楽園、岡山城と並ぶ、屈指の観光地であり、観光客数では倉敷に次いで2番目となる、約250万人となっている。また、近接する大山と、 セットにした観光も盛んで、昼前から大山を結ぶ観光道路である、昼前大山スカイラインがある。昼前はダイセン、大山、三辺山と共に、大山沖国立公園として、国立公園に指定されている。儀母子山、二俣山、上昼前、中昼前、下昼前の各火山を総称して、昼前火山群と呼ぶ。昼前火山群は、 約100万年前から約40万年前に、噴出したデーサイト安山岩質の溶岩からなる清掃火山群である。噴出した溶岩の岩質や形成時期は、北隣の大山火山の古期のものと類似する。そのため、昼前火山群は、抗議の大山火山に含むものとされている。最初期に形成された火山は、下昼前火山と考えられており、 シモヒルゼン登山道8合目付近の溶岩から約91万年前の KAR 年代が得られている。この年代値は大戦火山の最初期のものに相当する。シモヒルゼン火山は犬京峠西方300メートルの溶岩から得られた約76万年前の KAR 年代が最新の年代値であり、他のヒルゼン火山群の噴出以前に活動を停止したと考えられる。 二俣山火山で約60万年前、中ヒルゼン火山で約51万年前、上ヒルゼン火山で約49万年前の計 AR 年代が得られている。活動を停止してから長期間経過しているため、火山形成時の地形はほとんど侵食され、多くの解析国が形成されている。南側の山陸部には、 ヒルゼン火山群が侵食される過程で生じた土石流などにより複数の火山独占場地や外水が形成されている。大山に劣らず、登山客が多い山で三座を結ぶ重走路など豊富なコースがある。三座を重走する場合、上ヒルゼン側は上ヒルゼンスキー場駐車場、下ヒルゼン側は犬京峠,峠から登るのが一般的である。また、 塩釜の冷静から中ヒルゼンへ直接登ることもできる。中ヒルゼン山頂には避難小屋が設置されている。ありがとうございます。